し、あれは今から36万年前だった。私にとっては昨日の時は君たちにとっては多分明日。懐かしい、私も話をするのは久しぶりなんだ。あいつは奇妙なやつだって。最初に会った時は確かに、いや、まあそう、走りの境界線上、展開のそのまた向こう、一番いい装備もないし、さあそのアーチ広げてみようか。散々つまずいたダンスを、そうアザゼとカミと踊ればいいんじゃないかな。当然興味はないでね、すまない、いや、やっぱり心配。私が踊ってやってもいいのか。そんな装備で大丈夫か。大丈夫だ、問題ない、気をつけろ。よし、わかった、説明しよう。いいの頼む。これはアーチだ。いや、これはベイルか。大丈夫か。大丈夫じゃない、あいつは話を聞かないか。おい、問題な装備が部屋を埋めるよ。最低なやつで、いいんじゃないかな。大問題だ、あいつは言うこと聞かないし、さあ思い切り吐き出そうか。36万年前か、1万2000年前か、探しても探しても見つからないけど、大丈夫だとか言ったって問題ないとか言ったって、そんな装備は爪楊枝だ。ホップステップで大丈夫か。世界の隅ちょっとドヤッとしそうになる。一番いい装備を楽しんで、そんな装備で大丈夫か。あいつは大丈夫だ、心配ないさ。さよならいいの、終わる世界に言う。大丈夫だ、あいつは最初から言うことを聞かなかった。私の言う通りにしているからな。まあいい、君たちにとっては明日の出来事だ。その日が来たらまた説明しよう。